川口付近のマングローブ林川口付近の三角港の東浦内川は沖縄県八重山郡の入り表と中央部を流れる二級河川。沖縄県内で最長の河川である。島の中央にある標高312メートルの桑木山付近を源流とし、地質構造に制約を受けながら北西方向に向かって流れる。上流にはカンピレーの滝やマリユズの滝がある。 マリユドの滝の直下まで至る長大な汽水域を有しており、満潮時には川口から約8キロメートルの軍艦街まで海水が遡る。川口付近は広大な三角港の干潟となっており、お昼着や目昼着などからなるマングローブ林が発達している。川口中央部には厚く島がある。源流域が入り表石垣国立公園の特別地域に、また加工が 第一種特別地域に指定されている。寄水域は約400種に及ぶ魚類が生息する魚類の宝庫である。また、寄水域上端からマリウドの滝までの約1 5キロメートルの淡水域には、日本ではイリオモテ島のみに生息するウラウチフエダイをはじめ、清水島い先、横島い先、ニセ島い先、川ぼらの5種の絶滅危惧種が生息している。 2015年には、滑水対策のために、マリユドの滝下流に取水用の送水管が設置されており、環境への影響を懸念する声がある。滝壺にはうなぎ、手長エビ、コイメジロ等が住む。占い側の上流一帯は、聖域とされてきた。1727年の八重山東書記長によれば、当時は、稲葉院と呼ばれており、若夏には、夏季や飲食は厳禁とされ、 かぶりものは、脱ぐことが定められていた。1647年頃の、宮古八重山両島江図町によると、川口部には、船着き場があった。元禄年間に作成された、元禄国江図には、不渡し、天保年間に作成された、図天保国江図には、歩行渡しと書かれている。河口の両岸には、早くから浦田と呼ばれる、水田地帯が開発されていた。昭和初期には、 中流東岸に、熊本営林局の事業所が設けられて、材木の伐採や植林などを行い、小集落が形成されていたが、太平洋戦争が始まると事業は中止され、1944年の洪水で集落も廃された。また、1935年から1943年頃まで、裏内橋上流の裏内川支流の宇多寮川沿いに、宇多寮炭鉱があった。 1970年に占い橋が竣工。占い橋は老朽化が進んでいるため、2019年度から12年をかけて上流側に隣接して橋町274メートル、福員10メートル、片側歩道2メートルの新橋を架け替える計画である。河口には沖縄県道215号の占い橋が架か,かっている。占い橋横には船着き場があり、 定期観光船で8キロメートル上流の船着き場まで、遡上できる。上流船着き場からマリウズの滝やカンピレーの滝までは、約2キロメートル。その先は、マイラ川や仲間川に沿って島を横断する、長大な、エコツアーのコースとなっている。また、裏内橋付近から、宇多寮炭鉱跡まで約1キロメートルの遊歩道が、整備されており、炭鉱跡には、木道が整備されている。 ありがとうございます。